では教習調査を正式に続けましょう。第5部隊連戦をお願いします。何？連戦とは何だ？先の戦いで本来あるべきではない歴史の流れは止めただろう。いえ、まだです。なぜなら次に向かう地点は天正10年山崎の戦いですから。羽柴秀吉はまたも苦境に立っています。なんだそれは。備中高松城の戦いからほんの数日先か。敵は随分しつこく食い下がっているようだ。ちょっと邪魔されたくらいじゃ諦める気はさらさらないらしいな。時間素行軍め、いまいましい。さっさと止めてこい、山ん場切り。だが他の奴らは留守居か。俺たちばかりが見せ場をもらうとはね。単に戦力の分散です。義手の流れはすでに5つほど見えています。各部隊にもいずれ連戦に出てもらいますよ。全員覚悟を持って挑んでください。なるほど、5つもあるんだ。だから変則的に5部隊編成なのか。しかしそうなると出番が来るまで暇ですね。脱いで待ちましょうか。出陣していない部隊も本丸でやるべきことはあります。刀剣男子同士で結束を強めたり訓練をしたり、まあそのうちに分かると思います。第五部隊以外はゆるりと備えてください。ならば遠慮なくジジイは休ませてもらうか。第五部隊頼んだぞ。ああ、先駆けは任せてもらって構わないよ。隊長の見せ場まで奪ってしまうかもしれないけどね。はあ、行ってくる。検出されました。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認して。山崎の戦いは本来羽柴秀吉の天下取りへの道を決定づけた合戦です。明智光秀を下し織田信長の敵を討ったことで織田家での地位を確立させました。確かにここで秀吉が負ければ歴史は大きく変わる。秀吉を守り勝利させなければ。羽柴秀吉は現在ある宿場にて時間素行軍により包囲されています。すぐに救出を。まだ中国大返しの途中か。足止めを食っているようだ。秀吉の天下取りはここからが本番だというのに。さっさと先へ進んでもらうぞ。ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない。化け物どもめ、わしは機内へ急がねばならぬというのに。なら早いところここを出るが吉だ。俺たちが手を貸そう。あの門から外へ出られそうだが、時間素行軍に先回りされているな。門の前にいる敵を倒せば済む話だろう。さっさと片付けるぞ。秀吉はまだ無事だな。当選中によそ見ても余裕じゃないか。今は敵を倒すことに集中してくれるかな。望むところ侮るな。開かないか。力
方がない。他を探そう。やった。こいつらの狙いはわしじゃ。官兵衛、お前は引け。ですが。官兵衛、命令じゃ。ここにも時間底がある。この程度ならすぐに型がつく。本当に何の見せ場もなく終わるつもりか。もっと本気を出してくれるかな、偽物くん。写しに見せ場などなくて構わない。だが手を抜いていると思われるのは心外だ。この門は開かないか。次だ、さっさと行くぞ。さて、ここからならどうかな。工事仕留めるぞ。いい選択だ。炭素鉱群が多くては確かめられない。まずはこいつらを何とかするぞ。お前何を言ってる。こんな敵くらい倒せなくてどうするのか。無駄だ。今しかないな。全力で行く。やるな。たわいもない。そこからなら宿場の外へ出られる。黒田官兵衛も待ちくたびれているだろうさ。早く行ってやれ。ああ、礼を言うぞ。ソラ、任務が終わったぞ。写しならこの程度かもな。これで羽柴軍は問題なく進軍できるだろう。だがまだ油断はできない。それくらい分かっている。お前こそ気を抜くなよ。当然だ。秀吉様、息を整えましたら先を急ぎましょう。ああ、ひどい目にあった。なんじゃあの化け物は。妙な剣士たちの助立ちがなければどうなっていたか。あの剣士は刀剣男子というようですが、そして化け物は剣士と敵対する時間素行軍。どちらも強い力を持つ存在です。しかし時間素行軍の方が多勢ゆえ、召し抱えるのであれば魅力的ですが。官兵衛、お前なぜそんなことがわかる。ふと頭が冴え渡り理解できたんです。その目。どうかなさいました。いや、お前が大事ないんならいいが。とても心地いい。今は何でもできそうだ。この変化、喜んで受け入れよう。秀吉様のためにも。修復が進みました。さて、いよいよ山崎の戦いだ。見たところ明智軍に先回られているな。はい、現在中国大返しを成功させた羽柴軍は布陣するために宝石寺へ移動中ですが、もうそこには
時間素行軍が待ち構えている。明智軍に宝石寺を明け渡すつもりだろうな。宝石寺に軍を入れ、天王山を先に抑えられるかが天下の分かれ目だ。ぜひ場所を譲ってもらいたいね。羽柴軍のために道を開き、天王山を先に制するぞ。分かっているじゃないか。行くぞ。待たせたな。お前たちの死が来たぞ。宝石寺はこの先だ。羽柴軍の進軍路を確保しておくか。邪魔な時間素行軍は俺たちが消してやればいい。明智軍が来るより先にね。門を閉ざし羽柴軍の進路を阻むつもりか。急ぎ門番を倒さなければ。あまり時間はかけられない。手早く済ませるぞ。押し切る。本領発揮。第一関門突破といったところかな。先へ進むぞ。まただ。門番がいる。わかりやすくて助かるじゃないか。さあ時間速攻軍、そこを通してもらうよ。明智軍が宝石寺に接近中。急いでください。こういうわけだ。先を急ぐとしようか。門が開いたな。先を急ごう。また門番か。変わり映えのシーン。いい加減飽きてきた。だが足止めには効果的だ。急ぎ突破しなければ。明智軍さらに接近中。明智軍に宝石寺は渡さない。余計な時間を食ってしまった。宝石寺へ急ぐぞ。まだ明智軍は到着していない。今のうちに時間素行軍を倒すぞ。存分に鬱憤を晴らすよ。待たせたな。お前たちの死が来たぞ。速やかに済ませようか。そこだ。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。楽しめそうじゃないか。そうだ。こっちだ。さて任務完了。本領を発揮しようか。羽柴軍が天王山に入る道は確保できた。見なよ、羽柴軍が到着するようだ。ここでの俺たちの役割は終わりだな。行くぞ。修復が進みました。おい、何を考えている？いや、悪くない戦いだったと思っただけだ。連携も取れてきたように思う。これぐらいで感心されてもな。調査を進める上では当然だろう。そうか。どうした？視線を感じた気がしたんだが、気のせいか。すまん、戻ろう。
橋場軍と明智軍が交戦を開始しました。詳細は不明ですが、橋場軍が押されています。さては、時間速攻軍が加勢しているな。急ぎ、救援する。山崎の戦いも大詰めだ。さて、すんなり勝たせてもらえるか。ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない。明智軍の優勢を覆す鍵はやはり時間速攻軍か。ああ、奴らがいなくなれば橋場軍に勝機が訪れるはずだ。あそこにいるのは明智光秀か。遠くを見つめているが、一体何を考えられるとすれば、戦況把握のためか。だが、伝令兵を使わず目視で。明智光秀の家臣の軍勢だな。時間速攻軍の支援を受けているようだ。どう見ても黒田官兵衛の軍が劣勢だね。時間速攻軍は俺たちが引き受けている。まあ、こんなところだな。ここはもう大丈夫だろう。新たに時間速攻軍が出現しました。やはりここでも橋場軍が苦戦しているのだ。本来なら華々しく活躍した者もいるだろう。邪魔な時間速攻軍には退場してもらう。一気に片付けるぞ。また援軍か。それも時期を計ったかのように現れる。戦況を見通す司令塔でもいるのかな。戦況を見通す、もしかして明智光秀が何か関係しているのか。後の見せ場は譲ろう。本来の流れ通り武功を立ててもらおうか。明智軍の方へ続いているのか。なるほど、明智光秀に会いたけばここを通れということらしい。行こうか。橋場の兵、この戦いここまでか。だが坂本城まで落ち延びられれば。速攻軍、どうやら明智光秀を逃がすつもりらしいな。やっ、なるほど、援軍を呼んでいたのはこう。俺を写しと侮ったこと後悔させてやる。俺は偽物なんかじゃない。
またしても新たな時間素行軍が出現しました。くそ、次からそんなと。いい加減しつこいな。大したことはなかったな。だが気を抜くにはまだ早い。ああ、残っている奴らを掃討する。ここも明智軍が優勢だな。まあどれだけ奮闘しても相手が悪い。ああ、時間速報軍は俺たちが受けよう。行くぞ。俺を写しと侮ったことを後悔させてやる。切る。俺は偽物なんかじゃない。化け物どもが消えた。これならば全軍に告ぐ。今こそ反撃の好機ぞ。部隊の士気が上がったようだ。戦況も時期変わるだろう。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。戦況は橋場軍が優勢。明智光秀も撤退し坂本城を目指している。山崎の戦いでの歴史は修復できたか。あれは どうした。すべきことは終わった。本丸に帰るぞ。俺は白昼夢を見ているのかもしれない。急に何を言うかな。冗談のつもりなのか。面白くないぞ。違う、向こうに山ん切り国広が。なんだって。もういない。だが確かにあの姿は。あれは光秀殿、待ちくたびれましたぞ。橋場秀吉。そう怯えなさるな。
わしはあなたの首を取りに来たのではない、取引をしに来ただけよ。これは何のたばかりか。織田信長を殺した私をお前が許すわけがない。いやいや、少々事情が変わってな。身の毛がよだつ悪夢がわしに迫ろうとしている。まだあかんだがな。命はお助けするから、この猿めの切り札となってくださらぬか。信長様への所業は許せぬが、事情もあったのだろう。陰でわしのためにその類まれな知恵を働かせてくれ。何を考えておいでか。しかしながら、その取引は私にとっても。何者じゃ。ご無事ですね。ようございました。昆布、なぜここに。いけませんね、頼る者を見誤っては。光秀殿がおとなしくあなたのために働くわけもなかろう。お前、やはりその目。気になさいますな、私は典型を授かったのです。おかげさまで誰が邪魔者となるかよく見渡せまする。秀吉様、安心して私を頼みになさいます。天下人に押し上げる計略は整っておりますゆえ、少しお手を汚すことにはなりましょうが、大業に比すればさしたる問題ではありませんよ。お見事。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。無事に山崎の戦いを本来の流れに戻せましたね。お疲れ様です。今之助、一つ聞きたいことがある。戦場で見かけたこいつではない偽物くんのことだ。あれは確かに山場切国広でした。しかし私は把握していません。失礼します。調べることがありますので。何なんだ。見間違いではなかったことは確からしい。わっ、うん、いいね、いい驚きっぷりだ。様子がおかしいように見えるが、出陣先で何かあったのかい。俺の、いや、何でもない。おい、あまりに曖昧な話なんでね、ちゃんと調べがついたら報告するよ。どうしたんだろうか。